どうもハイパーダースキシです。2勝イエーイ2勝いっぱいいや、ていうか前回、あんなセコい手使って、そうや、コース上にグリスをぶちまけるなんて最悪だよ。カス言うてたカス言うてた。さあ、それではですね、我々勝ちましたんで、まあ次のパーツを選びたいと思います。次のパーツ何かな。結構そろそろ生命線なパーツが来そうな、痛い痛いね、それがさっきから。せーの、これドン。お、ピンクのボールでギア出ました。これはすごい中身来ましたね、ついに。じゃあギア勝負でやっていきますよ。ギアえ、違ったということで、前回勝利した我々のチームに選択権があるので、この2つのギアからベストなチョイスをしていきます。この超速ギアセット、この超速ギアセット、これがですね、ギア比が 3.5 対1ギアということですね。ギア、はい、でハイスピード EX ギアセット、これはうまいことしてるんだよ。3.7 対1ということになっております。指と指がこのギアのデコボコで違うかっていうとですね、モーター 3.5 回転すると、まあタイヤ軸が一周すると、ギアね、つまり、勝ちましたよ皆さん。はい、でこっち 3.7 対1ってことは 3.7 回転すると、まあタイヤの軸が1回転するということですので、はい、どうします。じゃあ、EX? こっちがいいと思います。 EX ギアということで、表形と書かれていますが、ちょっともはやということで、こちらのギアでちょっとチャレンジしてみたいと思います。現在のギア比4対1から 3.7 対1へグレードアップ。とここでアウトすると思うんすよね、僕。緩いのする？じゃあ、前だけ。いい、それさすがっすね。そうしましょう。前ブレーキをつけることになったのですが、少し厚みがありすぎるということで、ゴールドティーがまさかの行動に。意外にいけますよちょっとすごい、なんかすごいなりましたよ。なんかすごい結構重くなって、これがいいバランスを生むと思うんですよね。ゴールドティーお手製の前ブレーキを取り付けてタイムアタックスタート。ちなみにこちらのブレーキスポンジセットを使えば3種類の厚みの中から選べるので、とっても便利だぞ。お願いします。スイッチオン。いい音してる。いきます。大前ピラレディ。あ、緊張する。いや、緊張。ゴー。おお、なんかちょっと待って、なんか変だぞ。お、なんか変だぞ。安定してるけど、なんか変だぞ。これ、ゴールはしたけど、あれ、なんか遅い。タイムはじゃん、12秒27。一応ね、レギュレーションの1ミリはクリアしてました。フロントのブレーキですが、明らかにちょっと強く押してます。強く押してないのに、なんだか音が鳴ってるということは、まあ、このくぼんでるところに差し掛かった時にフロントが、まあ、ブレーキが効いてるってことなんですけど、効きすぎてるってことじゃないですか、これは。止まるはい、ということで原因はブレーキの効きすぎということでした。俺か俺かここでハイパーダッシュ基地をご覧の皆様にプレゼントのお知らせ。画面の QR コードを読み込むか、ハガキに必要事項を明記してどしどしご応募ください。来週のハイパーダッシュ基地もお楽しみに。共に行こう、ホライゾンの先へ。